こんばんは、ゆかばんでーす。さあ、はい、毎月一つの市町村をピックアップする26市町村宮崎元気プロジェクト、はい、今月は延岡市ということで、はい、今週延岡市ウィークで、はい、ゆかばんでも佐賀市の地元、はい、延岡の話題をたっぷりとお届けいたします。だから今回だけ特別に2ヶ月にわたって延岡をピックアップしたいと思います。2ヶ月にわたって特別に、うん、特別に、いやいや今週だけです。今週だけ、まあ、その代わり、はい、今回の晩飯は、はい、サカッチがぜひとも行きたいというね、はい、うん、お店をいっぱいある中、うん、絞り出してぜひともこのお店を皆さんに知ってほしいというところをピックアップしました、うん、そこは、はい、行ったことあるお店ですか？行ったことないんですよ。行ったことないの？なかなかね、うん、行けないお店なんですよ。ほう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 。そう、ヨカバンの力を使って今回はお店を開けてもらいました。いいですね。やった。というわけで早速1軒目のお店へ。さあ目指すお店が、これ合ってます？間違ってないと思うんだけど。あ、ここだ。あ、ここ本当だ、看板ある。え、でもお店ある？いやいや、ここで間違いないです。本当に？はい。え、なんか工場みたいな。到着しました。ほら、ほら、ありました。本当だ。ここ、あ、インスタで見てたやつ。お日様商店来たかったところね。うん、本当にここなんだ。まあ、各言う私もオープンしてるところは初めて見ました。もう初。初。なぜなら月に1日しかオープンしないから。いや、そうなんですよ。本当にそうなんですよ、ね、めちゃくちゃレアです。超貴重、超貴重だから。もう狙ってこないと。いや、ね、だからよりも行きたさ増しますよね、この希少価値がね、うん、どうする、来月来る？いやいやいや、今でしょ。今でしょ。ついに念願のお日様商店。こんにちは。いらっしゃいませ。素敵。わ、え、こんな感じだったんだお店。そしていい香り。今週は延岡スペシャル。まず最初に来たのは月に一度だけオープンというお日様商店。女子の心をくすぐる雑貨や焼き菓子などの手作りスイーツが並んでいて、タイニーでおしゃれなお店です。もうね、店内一歩入ると異空間で、そして、ね、かわいい、美味しそうなやつがありますよ。え、もう本当に見てるだけで楽しい、ね、え、これは本物？本物です。どういう質問ですかそれは。なんか美しすぎて、なんか食品サンプル的な、うんうん、もうなんか綺麗すぎるから。これは食べられるものなのかという質問ですね。あ、なるほどね。ちょっとどんなものか教えていただけますか？はい、手前からオレオとホワイトチョコレートで、はい、次が、喜多方の栗を使った栗のマフィンになってます。地元の、ね、季節の栗を使った、はい、でその横がブルーベリーとクリームチーズ、ほう、でその横がチョコバナナ、うん、でチョコとクルミで、その横がリンゴとカスタード、うん、で、あの白い袋でラッピングされてるのが季節のマフィンで、ヘベスになってます。ヘベスを使ったマフィン、はい、面白い。この7種類って毎回これぐらいの種類作るんですか？ですね。で結構お客さんに何が食べたいか聞いて、でこれが食べたいって言っていただいたら作る感じですかね。リクエスト OK？ リクエストをもらってから。面白い。めっちゃ嬉しい。喜多方の栗が食べたいです。すいません、お待たせしました。ついに来ましたね、念願の。嬉しい。見て、念願のやつ。あったかい。さっき焼きました。あ、焼きたて。はい。おお。できたら焼きたてを。お、結構いったね。結構大胆にかぶりつきましたね。おかずさん一緒に、せーの、うま宮崎。出ました、ありがとうございます。すっごい中ほわほわ生地。あ、よかった。そして生地の甘さと
栗の甘みがすごいしっかり感じますね。うわ、え、栗すっごい甘い。そうなんです、あのすぐそこの近くのおじちゃんがくれた栗で作りました。すぐそこのおじちゃんがくれた栗。連絡が来て、はい、栗いるかって連絡いただけるので、うん、とてもお世話になってます。いいですね、地元感がもうね。う生地にも栗を入れて中に栗のあんを入れてる感じで、そうそうそう、へえ、結構どっさり、うん、あ、じゃあもう栗尽くしな感じなんですね。ほらギュって栗のあん、生地ふわふわ、栗ホクホク、ああ、もうすっごい美味しい。ちなみに坂地、ある意味、はい、こことニアミスはしてるんですよ。ニアミス、はいはい、ニアミス、うん、え、どういうこと。ここの向かいにお弁当屋さんがあるんですけど、はい、ヒゲ仙人のロケで食べてます、うん、ロケ弁として。ヒビコレ、そう、同じ敷地内にあるヒビコレ弁当。実は尾形さんの姉が毎日手作りしているんです。ちなみに一番人気は地元食材をふんだんに使った日替わり弁当、なんとお値段500円ポッキリ。さらに、ちなみにヒゲ仙人の息子もそこにいます。お世話になってます。ちょっと狭すぎる。え、待って、すいません、お待たせしました、はい、おー、かわいい、綺麗な色、緑、うん、この緑色はひょっとして喜多方のソキ銘茶さんのお茶を使ったチーズケーキになります、はい、お茶を使ったチーズケーキ、これ上に乗ってるのは、それはお茶とホワイトチョコレートのクリームに、はい、お茶とホワイトチョコ、うん、美味しい、しっとり、口当たり滑らかで、チーズとこのお茶の風味がよく合いますね。ありがとうございます。後味が本当にふわっとこうお茶が香って爽やかですね。うわ、美味しい。これも地元のお茶ってことですよね。です。なんかこう賞を受賞したお茶とか。はい、です。嘘、なんとか大臣賞だったり。大事なとこ。そう、どの大臣かわかんないですか。あ、何大臣だったやろ。まあ、国土交通大臣とかじゃないでしょうね。まあ、だいたい農林水産大臣賞。あ、じゃないですかね。でしょうかね、うん、多分ね。だいたい、あ、これはあの甘いのあんまり得意じゃないかもっていう人でも、このお茶の香りがなるんで、食べやすい、うん、美味しい。でも今あの地元のね、はい、食材いろいろ使ってるじゃないですか、はい、北方のものってお菓子作りにこう合うものが多いんです。ですね、果物とかもいっぱいありますし、うん、ね、美味しいものがたくさんあるから、できれば自分が育ってきたところのものを使って。嬉しい、地元ラブなんですね。さあ、続いての坂っちの行きたいお店、うん、延岡市トトロ、はい、10号線から一歩入ったところにあるこちらのお店ですね、うん、大好きなお店、金谷さん。はい、イタリアンでございます。続いてやってきたのは、来年20周年を迎えるトトロの有名店、イタリア創作料理カナヤ。地産地消をモットーに、地元をこよなく愛する金井さんが作るイタリアンは絶品。それでは早速一品目。やったー、来ました。お待たせしました。待ちましたよ、カナヤのトトロピッツァでございます。わあ、トトロピッツァ、トトロピッツァ。もうピザはやっぱりもう熱々のうちに食べるっていうのが、ね、はい、今焼きたてってことですね。焼きたてです。焼きたて、確かに、うん、熱い。今もう本当にまさにの状態だ。あー、チーズが、チーズがとろっと伸びていい感じだ。いい感
ちい、どこまで行く、どこまで伸びる、はい、記録更新します。これは美味しそうだ。いただきます。ここでもまた伸びる、伸びる。こないだ、せーの、うまみおかき。おいしい。モッツァレラチーズ？ですね。のみ？そうですそうです。はい。あとトトロさんの釜揚げちりめん。はい。塩味。そのちりめんの塩味だ、はい、ですね。いや、なんかチーズ以外の塩味をすごい感じるけど、いや、生地ももちろんもちもちふわふわなんですけど、そうですね、釜揚げちりめんもすっごいふわふわ、はい、うわ、めっちゃ美味しい。あえてこうトマトソースを使わずに、うん、そうですね、白く焼き上げて、あのしらすと合うようにですね、釜揚げ、あのちりめんと合うように。やっぱピザはでも焼き方とかも、はい、ピザ窯をまあ基本的に400度で焼いてるんで、もう2分ぐらいでさって焼き上がる感じなんで、もう石窯で、石窯ですね、はい、2分、2分、早っ。早いです。そうなんですよ。いや、なので最近私たち、あの私たちもピザを焼いたことはありまして、最近その時はやめて、恥ずかしいから、やめて、言わないから、その話がもういいから。いや、その時早いって、5分かかっても早いって思ったけど、うんうんうん、やっぱプロによると2分まで短縮されるの、うんうん、あのピザ窯はもう違うから、あのピザ窯違う、あれは嘘。さあ、続いて2品目は、はい、お待たせしました。はい、何、トトロさん、大和カンパチのソテーですね。ソースの方はですね、門川町の新門農園のトマトを使って、あら、シンプルなソテー、はい、おしゃれだけども一個一個のボリュームすごい。これまた、あ、香ばしい香りが、うわー、美味しそう、美味しそう。うん、ささやきが出ました。おいしいささやきが、あの表面パリッと香ばしく、身はふわっとして、でやっぱ新門農園さんのトマトが甘いですよね、はい、濃いし甘いしですね、うん、はい、この魚の塩味とトマトの甘みとがうまく融合されて、はぁ、マッチしますね。そうなんですよ。うわ、これ美味しい。しそう、いや、実はこの料理はですね、あのうちの娘がですね、はい、あのお魚料理コンテストで、日本一になりまして、え農林水産大臣賞をいただきまして、うちの娘が。ちょっと待ってください、待ってこんな一日に今日2度目の農林水産大臣賞ですよ。そうなんですか。そんな一日に何回も出るワードですか。さっきは農林水産大臣賞を受賞したお茶を使ったチーズケーキをいただいたんですけど、この料理は、うちの娘が、まあ、高校生の時にお魚料理コンテストで農林水産大臣賞をいただきました。本当に食材の良さを生かしてますよね、うん、すごいシンプルでね、うん、誰でも作れるんですけど、一番美味しいところを持ってきた感じなんで。大和カンパチって、はい、この辺りに、ね、そうです、トトロで養殖されてるカンパチ で寝かした方がね、やっぱり美味しいんですよね、カンパチとか。だからこれもね、3日寝かしてるんですけど、ちょっと熟成させるみたいな感じです。そうです本当は僕が好きなのは1週間ぐらい寝かした方が好きなんですけど、まあもちろんね、あの取れたてで、あのピチピチしたやつももちろん美味しいんですけど、味がやっぱこう深まっていくのはこう寝かせた方が美味しくて、この3日目のカンパチで、なるほど、もう素材が美味しいからですね、うん、余計なことしなくていいんで、いやいやいや、そこでもね、そう、こだわりがいっぱい詰まってるからさらに美味しさが引き立って、だってこの野菜もね、本当にもうさって素揚げしてるだけなんで、さっていやっぱりね、間違いのない、間違いない美味しさでしたけど、うん、この20年ずっと変わらずにこうやってきたつもりなので、まあ、この先も変わらずずっとやっていけたらいいかなとは思ってるんで、うん、この味を守ってですね、はい、
いつまでできるか分かんないですけど、僕が。いやいやいや、もうこの元気だったらもうずっと言ってますよ。ずっとサッとやってますよ。